戦闘服なくしたら。潜入だな。うまくいくかな。バレたらその時。じゃあ着替えよっか。
お疲れ様です。おう、作戦成功。まだこれからだ。ありがとう、ルブラン。いいんだよ、あんた。これでベグナガンのありかが分かったわけだ。スピラはしばらく荒れるぞ。気をつけてな。あいよ、お前さん。今度会えるのはいつだろうね。会えない時間の長さが思いったらないよ。慣れない。お前。お嬢の。それじゃ、頼むよ。そこじゃなくて。そこじゃなくて。いいね。あ、やるじゃないか。役立たず。ほら、やり直し。どうかね。感じだよ。あんた急に上手くなったね。そうですか。ああ、もうちょっとした。ああ、そこそこ。本当いい男だよね。
ヌージの旦那ってさ、ぶっきらぼうなんだけど、時々見せる笑顔がたまらないんだ。あたしゃ、あの顔が見たくて、スフィアハンターやってるようなもんさ。あの人が喜んでくれる、すんごいスフィア、どこかにないもんかね。寝ちゃった。名人？お嬢を寝ちまったか。マッサージの後はいつもこれだ。大事な話があるって言うから待ってたのにな。起きるまで待つか。お前スイッリビング、何のスイッ、お、ああ、はっ、あっ、リュック、あってってって、文句は様、あ、うん、こんなのき、これ、ね、見てみよう。赤城隊員選抜、最終演習の生存者はありません。以上。
勝手にまとめるな。よく数えてみろ。死体が足りないだろうが。候補生3人分と記録係もいたはずだな。ってことは3たす1で、生存者は死に損ないは4人だ。分かっていた。やれやれ。何か言ったか。いいえ、とんでもございません。人のそっち、おじ、よっしゃ。
かにもって場所だね。手分けして探そう。なるほどね。2つに割れたスフィアなんて、ど、あいつらスフィア大当たり。散々苦労して集めたんだよ。指一本触れ、えい、魔女。ドラボン勝負。どうする？もう、ここなら悲鳴はどこにも。見せてやる。どうぞご自由。大いなる存在、ベグナガンだよ。撮影地点も解析済みさ。どうやらベベルの地下らしいね。昔も今も。その通り。エボンのやつ、こんな、うん、機械なんでしょ。ちょいちょいって分解す。ヌージの旦那は、で、私、シンを、うん、じゃあ、あて、待つ決まってるだろ、あんたらの引く手さ。勝手に決めるな。芯が消え、永遠のな、その危うさに。まずはベベル直行だよ。飛空艇発進。待て、ユナどうする。スピラを救い出発だよ。うん、はあ、雰囲気。ベベルにはたくさんスフィアがあるはず。それをごっそりいただきます。はい、はい、何さ。
めんどくさい性格だね。あどういう作戦で行く？うん、偉いやつを踏んづかまえる、これだね。で、ベグナガンのところへ案内させればいいのさ。なるほど。ターゲット決定！新エボン闘技場バラライ！おとなしいヤサ男だ。護衛なしでは何もできまい。それが、結構強いんだよな。お迎えだよ。お前たちは、ふん、青年同盟の回し者か。キリカのようにはいかんぞ。じゃ、あとは頼んだよ。じゃあって、完璧だね。